大丈夫か？一体どうしたんだ、いきなり。衝撃を受けるのは無理もない。だが三木歌の願いは無理だ。私にそんな力はない。私は鋭の地位など求めたことはなかった。それなのに鋭ぶりがで望みもしない資格を与えられ、そのせいで旧友と殺し合い、その命を奪い、憎しみを買い、そんなことはもうたくさんだった。奴隷たちの悲鳴、嘆き、それは私に過去を思い出させた。友の断末魔、その死を嘆く者の叫び、私には耐えられなかった。思い出したくなかった。だから奴隷を苦痛から解放したの。ただ悲鳴を聞かずに済むだけのために。待てよ、それじゃこの国って。そうだ、私は苦痛を、死を遠ざけたかった。他のことはどうでもよかった。それで皆が喜ぶというなら、それはそれで良いと思っていた。いや、自分でもそれを理想と信じかけたこともあった。だがそれは私から出たものではなかった。私たちに語りかけた理想は、あれが全てまやかしだったというんですか？嘘ですよね、ティワ・ハリム様。だって兄はあんなにもあなたの夢を信じて。すまない。無駄にする気か！あんたに託された夢はどうなる！殺せばいい。私は空っぽだ。鋭の銃石に怯えて縮こまっていただけの哀れな男だ。殺すなら人思いに殺すがいい。気が変わらないうちに。